シェルフリーチャンネル。潜入してみます。あ、本当？土の中も？あ、お、こっちやったね。あ、こっちなにこれ？おお。やっぱ電池持ってきたから。ここからもう荷物が。あ、出てる。あ、なんか見つけた。自分たちで夢中になってしまって。すいません。あ、こっちもじゃない？おこれ何これ何これは多分新しいのよ。忘れ物かな。でこれは多分上からシャーって落とすための流すかね、うん、のあれよ。でも 上は多分埋まってるんだけど石で、うん、大丈夫。何これ。あこれ多分ね、うん、あの何ていうのケーブルっていうか電源ケーブルか、うんうん、パイプを通じてここと会話したか。うん。電電管。電管とかなんとかもあったよね。うん。うん、あ、ほん。入ってなかったもんね。うん。そう、中はね。だいたい何人ぐらい入れる？まあ、な、何置き場かな。もう今そこ土で埋まっちゃってるね。そう、高い。うん。要するに展望鏡。ああ。うん。うんうんがこっから上まであった、あったんじゃないかと。望鏡、ほら長い結構ね、3メートルぐらい潜望鏡があるから。これみんな憶測かって。そう、憶測よ。あったあった、あれ中多いじゃんね。そう、うん、それはあったね、なんかね、うん、いたりね、うん、ここね。で、これが多分扉があって、向こうに切っぺがした後です。で、これがこうほら、はい、昔はもっと色が黒かったそうですよ。うん、こういう風に塗ってて、上空から見た時に光の反射でコンクリが反射しないように、うん、あの。黒く塗ってた。あ、そう、入り口とバレないように。黒かったんだね。そう、昔はもっと黒かったって言ってました。それが全部の入り口にあります。はい、2階もあるんですよ、ここ。はい、2階の入り口もこうなってる。ここは何ですか。ここ通路です。通路です。通路です。はい。小野さん、ここ危なかね、剥がれてる。あら。こっちももう直に、多分腐れて落ちるよ。ここ下がね、滑りやすいので、気をつけてください。こっちもあるもうね、ほら、あ、弾丸置き場と宝具置き場ですね。そうだな、うん、で、どうぞ上がっ、そう、上がりましょうか、うん、こう、中2階みたいな感じで。で、ここがさっきの入ったところにこう通じる下の穴、ここが、はいはい、うん、さっき私たちが入ったところね。あ、そうなんですね。そう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 、はいはい、で、方位を示す斜線もあって、ここが2階ですか。ここが2階、ここが2階、まあまあ、そうね、ここ中2階、はい、中2階、うん、あはで、上まで突き抜けるなんかあるので、はい、その潜望鏡の先っちょが、はい、で出たのかなっていう推測で、ここから2階には行けないんですよ。行けないね。なので1階降りて外から2階に回る感じ、はい、これとさっきのが私はつながってるんじゃないかって予測を立てたんだけど、どうもつながってはなさそうだな。これを挟んでって感じですね。そう、挟んで。挟んで、はい、これが貯水槽目的だったらこんな近くに同じものは作らないと思うんですよ。
かえって大きいのボンって1個作った方がよっぽど効率がいいので、はい、移動の代わりってこと。移動、いや、水を貯めるためっていうよりは物置かなーっていう、うんうんうん、物置にしたら入り口が小さいので。深さは分かんない、泥が詰まってて、はい、本当の深さは分かんないです。うん、うん、ここですね。あ、昔の黒いのがちょっと名残がありますね。黒い炭の、こっちも黒い炭の名残がある。このコットがあった。あ、ここがほら流せ花って書いてあるので、ここがね、そうなので、ここからこういう向きが、そうそういう感じで、多分いろんな方向を、これがね、読めなかったの。え、うん、こっちが来たでしょ。だからこっちが来た。こうが、だからこうが来たでしょ。流せってのは北は、あ、そうか。北はこっちか。やっぱりね。あれ落とした。北は、やっぱこっちか。北はこっち。ここもずーっと石垣が。ここ立派なんですけどね。これもなんか兵、まあ、兵士の通り道だったんでしょうけど、はいはいはい、うん、こう囲むようにずっと石垣ができてます、はいはい、ここもね、ずっとね、塹壕って言って、はい、通り道ができてるんですよ。なんとなくくぼんでるでしょ、うん、あ、そうですね、で、ここもくぼんでて、ここがこの前見つけたばっかりの防空壕です。中ね、30ぐらいあって、10人ぐらい入れるんですよ。そうですか。十分。うん。入りますか。よいしょ。わ、涼しい、涼しい。おお。あ、本当だ。きれいだろ。うん。あ、なるほど。こう横になくて、よいしょ、これちょっと。で、掘った後の土は、大丈夫ですかね。うん、ライトある。ライト、はい。あ、ほんまに行きましたね。あれ、ピタッとやんだもんね。うん。こうも取れた。わ、結構深いね。そう、奥が結構あります。で、中涼しいよね、うん、なんか探せばいっぱいありそうなんだよな、うん、ありがとうございます。よいしょ、はい、大丈夫ですか。よいしょ、よいしょ。まあ、だいたい1メートル。あ、1メートル。これが七角形の砲座というか、で、ずっと中も空洞になってるんですよ。だから、なぜ7にしたのかはわかんない。もう一個は8なんですよ。8だったね。そう。なんか意味があるのか。これね、これが上から見たところ。これが上、急行砲台の上から見たところなんですよ。で、下から、うん、これを下に下りましょうか。これが大きい方なんです。大きい方ね。6番って書いてある方。砲台なんですね。砲台を入れてたところ。じゃあ、
下に下りましょうかね。これですね。多分戦争が終わった時点に、はい、あの、まあ、推測ですけど、こう埋めたんじゃないかと。あ、そうですか。うん。だからいつかまた涼しくなったら、これをみんなで掘ってみようや。マンパワーで。あ、これね、八角形ね。これが八角形の方の砲座ですね。さっきは七角形、これは八角形。ここが観測所にまた戻ってきた感じですね。あ、そうですね。うん、そうです、そうです。観測所の外から見たところの、こっちから来ます。で、そうそう、回ってきた。で、こっちに行きます。ここを中心にして、多分、今回回ったぐらいは。まあ、100メートル四方、四方というか、の中に収まってる感じです。うん。広さ的にはね。だから意外とね、近くに点在してるんですよ。これがね、もう一つの急行砲弾の、また上から。上から。そう、もっとね、ほんと、こう段になってる感じなんですよね。で、下の方が入り口になる。コンクリは下、そこにある、ね、下の方にある、はい、そう。なのでこの段に何か置いてたのかなっていう気はするんですよ、うん、あえてこうくぼんでるので、うんうん、置いてたのか、まあ兵士が上から降り、うん、急いで降りる時にもうダダダダッと行けるようになってるのか、そうなんですよ。意外と近いところをぐるぐる探すんですよ。あんまり遠かったらほらね、いざっていう時に駆け寄るのに時間かかるから。あ、ここか。私ここをね、あのね、ちょっと調べ損ねたんですよ。ここがね、コンクリになってるのよ、壁が。そう、もう一回来た時に見つけようと思ってたんだけど、だから何の意味があったかは分かんないんだけど、石垣じゃなくて、はい、もう人工的な。あ、本当ですね、うん、はい、なので何の目的だったのかなっていうのもちょっとね、これはもう剥がれて気にはなるところ。これも剥がれてますもんね、うん、はい。そう、直線距離はね、そんなないんですよ。はい、ここが地下壕の入り口です。すごいでしょ、足元気をつけてくださいね。そう、ここね、涼しいのよ。そう、地下はやっぱ最高。うん、まあ50センチの、ね、深さがあれば人は一人入れるので、そんだけ掘れば、うん、ここは空洞になった。そう、意外とそんな気がするんですよ。ここまで、ここが埋まってる、はい、でも空洞は、はい、あの続いてるんですよ。なのでここの部分だけ多分埋められてるので、そう、あ、これね、多分ね、あの明かり取りの釘と思います。明かり取りの、ここが明かりを、はい、当時こうかけてランプをかける、ランプかランプとしそうと思いました。ところどころこう釘がね刺さってるんですよ、うんうん、ここですね。中倉も2人で行ったんですか。そうです、中倉も2人で行きました。はい、ここね、あ、うん、ここが多分弊社跡じゃないかな、うん、ここが階段があるから玄関かなと思うんですよ。あ、ね、玄関がこうあって、でこっちがまあ二つ部屋、真ん中と二つ部屋。こういうところを覆ってたのはいいでしょうかね。うん、本当はだから専門家に入ってもらいたい。あ、うん、そうですよね、はい。
もう立派ですよ、石垣が。うん、ちゃんとなんていうの、こう組んでるというかね、四角でこう組んで作ってるから。